イオン原店は福岡県福岡市沢楽でイオングループの一企業であるイオン九州が運営している商業施設。本校では前身にあたる大英原店及び原査ティ、イオン原ショッピングセンターについても記述する。1976年10月27日大英原店として開業した。開店にあたってはほっと一息入れる場所を作ってほしい。 ゆっくりと買い物を楽しめるような配置にしてほしいという、地元の婦人会からの要望を聞き入れた。手島貞勝会長、江本和彦社長が率いる建築主のメッセの、スタッフは、米国に留学した際に、日本のスーパーも将来は郊外型になると言われ、西海岸などの当時の最先端のショッピングセンターのあり方を学んだ。米国での経験をもとにダイエー検討を重ねた。 結果、原店は、当時の大英の他店舗と比較しても、飛び抜けて、オープンスペースが多く確保された。メッセと大英は、観光披露パーティーを自粛してその費用を地域社会に、役立てたいとし、開店2日前の1976年10月25日には、西日本新聞メン事業団を通じ、西福岡交通安全協会に50万円。 地元の自治会連合会に計40万円を寄贈したユニード大英原店という店名の時期もあったしかし店舗の老朽化が進み大英の産業再生機構支援による経営合理策の一環で2005年10月31日に閉店した大英原店の閉店後建物はしばらく空きビルとなっていたが2006年にマイカル九州が 検査地の出店を発表、所有していた九州リースサービスも福岡リート投資法人に売却した。エスカレーターを屋上駐車場に連絡させる、耐震補強を行うなどの改修工事を行った末、2007年3月8日に開業。2001年に経営破綻したマイカル九州にとっては7年ぶりの出店となったが、開店から、 半年も経たない8月21日に同社がイオン九州に九州合併された。マイカル九州は年一点のペースで新規出店を進める計画だったが、以後九州地区でサティの新規出店はなかった。イオン九州と福岡ディート投資法人との間の賃貸契約は2019年2月28日までの12年間とされた。この契約は 賃貸借契約期間の満了をもって終了し、更新しないものとされており、またいかなる場合においても、賃貸借期間の満了前に解約することはできないものとされている。2011年3月1日、イオングループがジャスコとサティの店舗ブランド名をイオンに統一。そのため、各店舗の店舗名がイオン原店に SC 名。 イオン原ショッピングセンターに変更された。このため、サティとしては、わずか4年弱の営業期間となった。2016年には、イオン九州と福岡リート投資法人の定期、建物賃退借契約の満了時期まで3年を切り、同投資法人は契約満了後の賃退借条件、建物の蓄年数等を前提に、将来発生しうるリスクや、その影響について検討していた。 証券人口などの競争力や追加投資によるリニューアルの可能性についても考慮されたが最終的には不動産市況が活況を呈しているこの時期に売却することで将来リスクを回避することが望ましいと判断し同年9月30日に売却された帳簿価格52億4900万円に対し上渡価格は37億円先日した 賃貸借契約の終了に伴い、2019年1月31日をもって閉店。商業施設としては、前身の大英原店から数え、43年間の歴史に一端幕を下ろした。後地は、大悪いるによって2階建ての新たなショッピングセンターが建設され、2020年11月19日に各店舗の店舗名を引き継いだイオン原店として、 再開業された。現行の店舗は北東と南東で構成されている。南東2階部分はエディオンが出店し、1階部分は駐車場となっている。その他の店舗はすべて北東に出店している。2007年は23時までの営業だった。さらに2009年からは2階3階の営業時間を21時までに短縮。なお食品売り場は、 イオン九州の早朝営業実施により2012年6月から7次回転となったが2014年9月以降は8次回転となった。その後2016年9月からは食品売り場も9次回転となった。2020年の再回転の際は専門店は10次回転となった。すべて西鉄バス。ありがとうございます。